こんにちは。こんにちは。劇作家の重信です。演出家の土井です。よろしくお願いします。あーす。はい、演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、今回は半沢直樹第2シーズンの第1話いきたいと思います。よろしくお願いします。します。はい。いや、緊張感が素晴らしい。いや、そうですね。基本的にそのテンションが高いというか、ね、張り詰めた状態の劇ですよね。戦ってるね。そうですね。いや、そのドラマの登場人物も戦ってるけど、多分ね、あれ、きっとね、みんな戦ってるね、あれね。あの、実際にその、現場でっていうことですよね。だなんか、すごいバチバチしてんのね。そうですね、そうですね。そりゃ、ドラマ怒るよね。あの最初の方の6分なんですけど、はい、あの賀来賢人さんがこう、ね、あの会議の中で2人を相手にしてるところがあって、その目でやっぱりねこう伝えていくんだけど、そこはやっぱ素晴らしかったなと思いましたね、うん、そのきちんと相手に対して当てていくというところですよね、うんうん、はい、が素晴らしかったなと思いましたね、うん、であとまあ全体としてなんですけど、賀来賢人さんと酒井さんのところがね、とにかく非常にいいんですよね。あの剣道のところも、うん、飲み屋のところも、うんうんうん、もうすごく交流してるんですよね、会話をしてる、うんうんうん、だし、ね、ね、この前さあれ見たじゃん、うん、突っ張ることが男の、はい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 、今日から俺はですね、そうそうそう、はい、全然ねやっぱね違くてね、うんうんうん、いいね、賀来賢人さん本当お上手というか、うん、ね、そうですね、全然コメディーな役柄から今回シリアスですけど、うん、素晴らしかったですよね、はい、で酒井さんも全然違うじゃないですか、賀来賢人さんと、うん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 、それがなんかこう会話をするんですけど、それがうまく噛み合うんですよね、うん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 、すごい素晴らしかったと思いますね、うん、でとにかくこのドラマのある一定の圧力と、うん、グッて高められた圧力と、うん、で登場人物たちがシンプルに強い行動をする、うんうん、まあ、もうそれがもうどんだけ単純であいつを蹴落とすとか、うん、ね、もっと自分が位が高くなるよ取り入るとか、うんうん、っていうそのある一定の高い圧力のとこでやるシンプルな行動、うんうん、これ面白いですね。そうですね、まあそのなんていうんですかね、その人生ってやっぱりこうなんていうんですかね、人生の中のそのハイライトというか、あの圧力の高いところをうまく作ってるというか、うん、っていう感じですよね。もう、なんていうんですかね。その、もう男しか出てこないというか、男たちの復讐の劇ですよね。嫉妬と足の引っ張り合いの。おもろいわ。面白いですね。そして、まあ、うまい人しか出ない。そうですね。そう、本当にそうですね。どこ見てもうまい。うん、まあ古田新太さんから香川さんから猿之助さんからもう贅沢ねえ、うん、ねえ池田成志さん、いいですよね、お嬢さんね、うん、なんもう最後の北王子金谷さんだもんねここ怖いだろうないやそうですね、絶対まあそうですね、気使いますよねあ、しかもさ、なんだろうな、すっげーみんなこう上げてくじゃん、上げて戦ってっからさ、このいやでもその中ですごいよね、まあこの中だとあの若手のね、うん、部類の人たちっていうのはだいぶ頑張ってるし戦ってるよね、すごい面白い、そうですね、まあ揉まれてるでしょうねああ、まあ、なるほどね、うん、贅沢ですよね、素晴らしいわ、これはもう本当面白い、と思いましたね、はい、あと僕いいなと思ったら16分ぐらいのところなんですけど、あの香川さんね、施されたら施し返す恩返しですって言われて、
なんていうの、新しいやつ出てきましたね、うん、サービスですよね、そのドラマの視聴者に対するいいですよね。でちゃんと最後にあの酒井さんのね、やられたらやり返す倍返しだもうきちんと入ってるっていうね、うん、やっぱいいですよね。面白かった。これは結構めちゃくちゃ面白いな、うん、そうですね。やっぱその期待値もすごい高いドラマだったんですけど、やっぱその超えてくるというか、やっぱ面白いですよね面白い、うん、いやなんだろうな、いやでも本当になんか命かかってるもんね。そうですね。いや実際命はかかってないけど、かかってないけどかかってるもんね、うん、そのなんて言うんですかね、そのサラリーマン人生をかけてますよね、うん、かけて戦ってる人たちのドラマですよね、うんうん、いや私絶対あるよね、なんかさ役者さんたちもさ絶対あいつとは負けねえぜみたいな、絶対あるよね、うん、いやあると思います、あると思います、あると思います、やっぱりそのなんかこう、うまいね、面白いね、うん、でもその緊張感というか、そのキャリアをかけて挑むというか、このドラマの場に何かを残すぞっていうね、やっぱあると思いますよね。こんだけね、ベテランでいい俳優さんたち集まってきてるってことはね、うん、いや素晴らしい環境ですよね。うん、いや面白かったですね。はい、というわけで、はい、ありがとうございました。はい、半沢直樹第2シーズンの第1話でございました。はい、この動画少しでもいいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタンしていただければと思います。リクエスト、コメントなどなどもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。